はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、宿儺を書いていきたいと思います。呪術廻戦のキャラの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。で、顎は服で隠れちゃうんですけど、一応全部書いてちょっとしっかりめに作ります。で、輪郭は真ん中に線を引いた時に頬骨とか左右で対称になるような感じで描くようにしてください。このあたりは詳しく輪郭の描き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。で、この真ん中に引いたところに鼻が来るので、先に鼻を描いていきます。ピッピッと左右から下ろして、で鼻で、目はまず前を斜めに落とします。ちょっとまつげみたいな感じで引っ張ってさせて、で、斜めに上げていきます。で、瞳をくるくるくるっと半円で描いて、で、ハイライトを描いて、瞳の黒い丸でぐるぐるっと輪っかを2つ描きます。で、下のラインをグイッと落として、ここから上のラインに続くようにグイーンと上げていきます。で、ここに20にして、で、二重のラインちょっとこっちを下げ気味に、この上のラインにくっつけていくように描きます。で、眉毛はこの鼻のラインから続いてくるように、で、ちょっと前のタッチを入れて、で、こっちに宿儺の目を描きます。で、顔の模様ですね。で、こうくるくるっていきます。で、右目もまず前をまつげみたいにスパーッと斜めに下ろしていきます。で、横にスーッと上げていく。で、瞳を上のラインにくっつけて半円でくるくるって、で、白いハイライト、黒い瞳で、で、ぐるぐるっと二重に描きます。下のラインをグイーンと落として、上のラインに続いてグイーンと上げていきます。で、ここに二重にして、スッと斜めに、で、もうクロスしておきます。で、二重のラインこっちもちょっとこっちが下がり気味で、上のラインに近寄り気味でいきます。で、鼻のラインから続いてきて眉毛です。目のシワを入れて、で、ここに鼻筋が通ってるんですが、ここをちょうどグイッとこの鼻の模様が通ります。で、ここをトークしておきます。
で口をちょっと上げて、で横にスーッと伸ばしていって、で開けていきます。で歯を見ます。で下唇をスーッと、真ん中にどう、でここで髪を上げていく、手を描いていきます。まず手首で手のひらをぎーっとこの顔に沿って上げていって、で小指です。でこことここが関節になります。なので関節を意識して、でここで曲げると、で次薬指のこの、ポコッとした一番手の大きな関節です。で薬指、爪は黒いのでちょっとあっち入れておきます。で、こう、でこっち側の手の甲がスーッと降りてって、で大体この手首は平行になるように置きます。で手首の入れ墨ですね、こうやって、で、それで、制服の袖。くるくるっと持ってきて、で首は頬骨からちょっと下がったところから降りていきます。でこっちの頬骨からちょっと下がったところから斜めに下ろしていきます。でこの目の横に、で耳を左右で揃えて、大体ここを耳と、でこの袖ぐらいのところからフードを下ろしていきます。でここ合わせですね、こっちグイーンと上げて、ここにボタンで下ろして、あとはフードのシワです。ここちょっと厚みつくって、
ここから線を引く。で、この顎のフードで隠れるところを消していきます。これはただし書かないと分かんないです。このぐらい隠れるっていうのが全然分かんないので、輪郭はちゃんと全部書くようにしましょう。で、髪を描いていきます。ちょうど最初の真ん中の中心線のところに中心の分け目を取ります。で、ここから左右にリーザー、リーザー。で、ここからちょっと一本上げていって小指で押さえていきます。リーザー。で、ここから外に出していって一本押します。で、もう一本この逆。ここから外を跳ねさせていきます。この耳の重なってるところちょっと邪魔なので消します。ここもやる。左右同じぐらいの分量にしたいんで、この手のこっち側ですね。手だけ毛が。外側。で、最後学ランと手首の入れ墨を立ち上げていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。